ニコライ・ネブレフ、オプリーチニキオプリーチニキとは、イヴァン・ライテの直轄量オプリーチニナを収めるために、集められた、ツーリだけに、忠実なエリート階級の親衛隊のこと。オプリーチニキは階級を表す複数型でもあり、個人を表す単数型では、オプリーチニクとなる。オプリーチニキは、ボヤール以外にも、士族やタタール、ドイツ人、リトアニア人、コサックなど家柄の良くないものや、 外国人もツァーリからオプリーチニクとして任命された。彼らオプリーチニキの主な役割は、要するに秘密警察であり、国威を着て黒馬にまたがり、ツァーリの敵に噛みつくという意味の犬の塔、反逆者の相当を意味する法規塔を蔵に下げた。オプリーチニキ隊員は国内において、ツァーリと対立していた貴族や、敵国と内通しているとされた都市の住民に対して、 殺戮を繰り広げ、マルータスクラートフが1571年1月に、ノブゴロドで行った虐殺は有名である。だが、1572年にはツアーリによって過激すぎる、活動が危険視され解散、その存在を抹消された。とはいえ、オプリーチニキ単員からは、ボリス・ゴドノフやバシーリー・シュイスキーなど、後にツアーリとなるものまで現れている。ありがとうございます。